うん、ハートありがとうございます。ちょっと下地塗る。でも鏡、鏡あっ、あったよ。いしょ。おはようございます。ちょっと今日はメイクをしますって言っても、ちょっと待ってくださいね。なんかさ、今日寒いよね。てか毎日寒くない？こんにちは。ちょっと白くなったのでは。星を集めに来た人がいる。ちょっと待って、おでこはさすがに今日はダメだ。汗汗。今日はあれなんですよ、あるのでお仕事。今日はメイクをしていっちゃう。ね、眉毛を描こうと思う。眉毛描いたらまあまあまあ耐えて。マサル的な匂わせはね、マサルがうますぎてちょっとハードル高くない？まあでも、まあ、で眉毛って大事だよ。スポンジ、ちょっとスポンジ濡らしてないけど、まあいいよね。起きたのは、目覚めたのは9時ぐらい。でも服探したりしてた。いや、なんで悪いか分かったよ。血色がないからだ。おはようございます。おっと、冷凍食品どうぞしまってきてください。まあ、目覚めたと起き上がったは別だけど、うん、おはようございますね。5時に起きるの？なんで？そんな早いことある？でもさ、今月は、今月意外とさ、来週から詰まってない？詰まってるよね。コロッケバーガー？おー、エリちゃんがなんか喜ぶよきっと。うん、ハートありがとう。ちょっと眉毛は描こっか、私。やばいやばい。なんか眉毛っていうかね、眉尻なんですよ。眉尻がね、薄い。
まあ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 、まあ、ちょっと待ってね、もうちょっとで終わるよ眉毛。耐えてない？これは分からない。なんかさ、私眉毛テクノなんですよ。だからもう突っ込まれたらおしまいなんですけど。すごい眉毛髪になっちゃった。大吉さんくんもありがとうございます。いこんにちは。ちょっとあのさすがにファンデーションするのに何も前髪あるなんて、おっとやばいので化粧します。ということで、こんにちは。ファンデーションを塗る。まあね、たまにしか塗らないので、うん、ハートありがとうございます。うん、本当に申し訳ないね、こんなほぼすっぴんみたいな、まあ、ほぼすっぴんなんですけど。ディオールのファンデーションを塗るか、顔に塗る。でもなんかさ、もうあの適当すぎて突っ込まないでほしい、本当に。なんかこれはいい匂いする。いい匂いっていうか、なんか海外の匂い、海外の匂いとは。私ファンで塗らないよ。なんかお話し会の時もなんかその下地がねめちゃくちゃ良くて、まあ、気に入ってるってだけなのかもしれないけど、めちゃくちゃ良くて、それであのファンで塗らないようにしてるんですよ。お肌に負担をかけないように。バリあたり、うん、そういうことにしよう。ハートありがとうございます。下地とファンデって別なんですよ。なんかまあ簡単に言えば、下地はファンデーションと素肌の間にあの入れるものですね。まあそのままです、そのままですとは。なんて説明するのが正解なんだろう。でもなんかさ、下地は日焼け止めのさ、トーンアップ効果とか入ってるのもあるよね。バターに塗るパンはさ、それ下地じゃない？バターが下地だとしたら下地じゃない？なんかさ、あれじゃない？フライパンに何かを焼くときにバター塗るじゃん。多分そういう感じ。下地は液体かな？なんか、まあ、何？トロッとしてるのもある。トロッとっていうか。今はファンデーション。
こんにちは。なんかもうこんなファンデーション、もうなんかテフロン加工とか言わないでください。そんなこと言われたら何も言えなくなっちゃう。あ、そう、発色とかその色ムラを均一にするみたいな感覚じゃない、多分。調理とか言わないで、みんな癖強だな。下地は化粧のりを良くするもので、ハンデは肌をきれいに見せる。あ、正解です。それが言いたかった。さすがです。うん、シーバマサヒロさん、クマありがとうございます。おはようございます。ハートありがとう。ちょっとずつメイクをしていかせてしていってます。なんか昨日のアイラインがうまくいったんですけど、かといって昨日のアイラインを再現できるかと言われたら、まあできないんですよ。お風呂出て、あのパックします、パックすぐじゃないけど、もう乾燥パリパリになりそうになりながら、あの適度に水分を含ませて、ちょっと時間経ってからパックします。なんかね、どうしようかな。まあ、コンシーラーはするよ、もちろん。なんか、そう、なんて説明すればいいんだろう。うん、コウキさん、クマありがとうございます。こんにちは。まあちゃんとコンシーラーもするんですけど、なんかコンシーラー用のブラシっていうのがあるんですけど、洗うのがめんどくさそうでさ、手出さないんですよ。絶対。こんにちは。なんか難しい、本当メイクって。逆に。お、こんにちは。なんかさ、朝だからみんな起きてますか、ちゃんと。心配になってきたよ、心配になってきたよ。おはようございます。なんかコンシーラー取ったけど色ついてるから、そんなつけない方がいいかもしれなかった。スポンジはね、あれ使ってるんです、あの100円ショップとかで売ってる大容量のやつを買って、あの使い捨てしてます。私洗うのが本当に苦手で、苦手っていうかめんどくさいというか、香水じゃなくてヘアミスト使ってます。なんか香水ってさ、匂いの好みさあるじゃん、だからヘアミストはいいかなと思ってヘアミストをもらったやつを使ってます。サッカー見てた、さすが。何時起きってなんでみんな聞くんですか。うん、ペンライトありがとうございます。なんか私なんか甘ったるいのもダメだし、かといってなんか柑橘類も苦手というか、なんだろうね、なんて言えばいいんだろう、なんかちょうどいい匂いが好き。だからさ、ちょうどいい匂いってさあんまりないじゃん。
ないというか人の好みが分かれるから。香水よりあのヘアミストがいいって思った最近。ゆっくりしたら流れた。いや、多分まだ大丈夫。大丈夫よ。あとだから、その飲むものとさ、匂いは違うじゃん。飲むものと匂いは違うので、下地が終わりましたので、なんでパウダーをしないかというと、ちょっと迷ってる。昨日ドボンさちょっとやってたんですけど告知しなかったね。悲しい。すればよかった。申し訳ないよ。ということで、まあ毎日一緒のメイク、最近は毎日また一緒になってきたので毎日一緒のメイクをします。夜は多分しないと思う。夜はしません。多分ハートありがとうございます。なんか私はあ、こっち向き。あ、そう昨日ね、あ、そう見てたんですよ音楽番組の後にゆきちゃんにボイスメッセージ送った。なんかいろいろなんかテンション上がってたあの子。でもめっちゃ緊張してたみたいで。かわいいね。ゆきちゃん可愛かったよね。なんかバチバチに決めなって言った。ぜひ録画見てくださいね。ゆきちゃん可愛かった。そう衣装のフィッティングしてたところを見てたんです。見てたんですよ。可愛かったね。でも一瞬しかさ映ってないからもう全力でずっと見てたもん。どの画面に映ってる時も見てたね。あ、なんかね切り抜きあったね。テロップ可愛かった。昨日は全ね可愛い感じだった。うん、雪ありがとうございます。AKB の衣装が可愛い。本当に可愛い。雪ちゃん意外となんか緊張したら分かりやすいのかな。ハートありがとうございます。おオッケー。いつも何してたっけ。よいしょ、キラキラを塗ります。
田さん、平田さん見たことないの？まあでも私の公演を見てくださる方はさ、きっと同じポジションだからさ、見る機会は減るよね。まあまあたまには見てください。キラキラ。このラメ好き。フェスで見ます。おお、あり。え、ちょっとどういう場面で緊張するタイプ？緊張するときは緊張するよ。どういう場面でも。ラメを塗ります。でもね、まゆちゃんの緊張してるとこを言っていいですか？緊張してるまゆちゃん大発表。まゆちゃんは自分の出ているただいま恋愛中公演よりも先輩の公演の前座に死ぬほど緊張してて、なんか初めて前座やった時にまゆちゃんと、最近アボガドじゃねえし、もうずっと緊張してたよ。え、どうしようみたいな感じ。ちょっと面白かった。劇場公演はあんまり緊張しなくなったので、そうですね。だからまゆちゃんは面白いよ。あんなに緊張しなさそうなのに。うん、笑っちゃうくらいしんどい。そりゃそうね。あ、アイラブユーありがとう。まあ先輩方がいる方が緊張しますね。それは間違いないです。でも比較的慣れました。いや、普通に多分前座はさ、あんまり やる機会がさ、多分そんな回数がなかった時だったからかな。初めて来ました、ありがとうございます。嬉しい。先輩方に怒られることはないですよ。前座の時に怒られませんよ。普通になんか嬉しい、優しく話しかけてくださって。お、逆上がりの、逆上がり公演の前座。おお、今日は逆上がり公演ですね。私緊張したらね、多分ガチガチに固まるだけですね。多分シンプルに。お、私の名前が、ちょっと待って、何時今？もう10時半じゃないの？こんにちは。まあまだ大丈夫。とりあえず、前髪をじゃないな、髪の毛も終わらせなきゃいけないから。ということは、まあまあ違うね。どこだ。ハートありがとうございます。私緊張してるとなんか言葉出なくなっちゃうんで、マジ、あの MC はあの
回さないでって思いながら MC してるかも。うわ、なんかすごい血色が悪いというか、なんでリップが薄いからじゃないかな。おいしょ。歌とダンスね。あ、歌はまあ音程は取れますよ。あ、周年公演外れてしまった。まあ倍率はさ、普段の公演に応募してる人多分ほぼ全員ねやってるからね。結構簡潔ですよ。いや、なんかね、ちょっとあの想像力がね働かなくなるんです、あの場に立つと。皆さんも夢であの場に立ってください。え、キャンマッチ5番、すごっ。それもすごいな。はじめまして。でも髪の毛こんなんなのに申し訳ない。周年公演当たってる人が、おー、キャンマチ25番もなんかそこそこいいですけどね。ちょっと待って、こんな半目のところは嫌だよ。よし、すごい。アイラインってさ苦手なんです。だから目尻にしか引かないんですけど、目尻じゃないところに引こうとしてるから悪いよねこれ。なんかまつげのさ、うん、ペンライトありがとうございます。よし、たまにねまつげの際になって、一番大変なこと覚える量が多い。でも周年公演は AKB48 を大好きな人ならまあ、でもさ曲はわかるからいいんじゃないかな。でもなんかね、なんだろうね、なんだろうねとは、あーそっか、この周年公演のためにってこと。まあ周年公演、まあ前後もさ休館分日でしょ多分、だから、うん、おはようございます。ネイルはしてないですよ。でもネイルってさ爪伸びたらさ、あの痛くないじゃない、あの伸びたらさ嫌じゃない。もうだいぶ完成はしてきたんじゃない。マツパネしてたけど取れちゃったの悲しい。ちょっとさ先に眉マスカラの前に髪の毛やろうかなとか思っちゃったんだけどいいですか。この間緊急性公演初めて見ました。おー、ありがとうございます。今さティッシュ探してるんだけど、ティッシュの箱もこうだった。ということでマスカラをして髪の毛をやります。
よいしょ。今日の全然キャンセルだった。まあまあ。緊急性公演今月もありたいです。ああもう12月ですからね。師走ですよ、師走。師走ですよ。おお、ちょっとね、マスカラはまぶたにつくんです、私すぐ。研究生公演さ少ないんですけど、そう少ないんですよね、申し訳ない。でもね、多分お話し会とかさ、何あれがあるんですよ、実家暮らし。お話し会と イーナ研究所のファンミーティングとがあるんですよ。だからまあその期間にあるかなみたいな。なのでね、まあ公演はさ別にすぐなくなっちゃうとかそういうのはないじゃん。だからお話し会楽しいですよ。あ、お話し会販売中なのでぜひ待ってます。ちょっともうこんな髪型で言うことじゃないんですけど、ちょっとマスカラだけは終えさせて。今日は休日は公演ないか。どうなんだろうね。だからちょっとはなんかね、12月は預言者になれません。まだ12月は預言者になれない。ちょっとまだ私も分かんないので、まあまあまあ分かったら預言者になれるんですけど、預言者にはまだなれませんね。まゆちゃんの方が預言者じゃない？だいぶゆきちゃん気にしてたんだから。いや気にしてはないけど、まあまあまあ言わせちゃダメだよ、わざわざ言わせちゃダメですからね。なんかアイライン下手かもしれない。私は預言者にはならないと思うよ、ちゃんと。預言者っていうより、あの告知者。おー、来年はサンリオのライブが待ってます。サンリオピューロランド内じゃなくてパルテノンタマさんでやるので、なんか普通に普通のとこだよ多分、調べた限り。ねえ、サンリオだからさ本当にどうやって休みを取ればいいのか。でも私たち昼なんですよね。だから分かんない。私もきたいけど、まあ遠いというかさ、まあ土平日じゃん。土平日って言われたらまあ土平日なんですけど、
コーヒーは苦手です。そう、48グループとサンリオコラボみたいなので、ぜひね来てほしいなと思っております。ということでアイロンします。アイロンします。まあ大丈夫そう。平日はさ厳しいって方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、平日になっちゃったものはしょうがないということで。でも私はキキララちゃんがいない時間帯なんですけど、悲しいけど、まあ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 ねえ、部屋用の櫛がないぞ。串がない、どこにあるんだろう。まあ、キャラクターと取れるように願ってます。松丸くんって一部ですか。今日は髪結びませんよ。今日は髪を下ろします。やばい、櫛がないのにアイロンを通そうとしてる。やばい、待って、あれ、私ポッケに入れたと思ったんだけど、なんでないんだろう、なんでないの。え、びっくりしてる今一人で。え、なんでないの。キキララちゃんが一部じゃなくて二部なんです。悲しいでしょ。なんか今日髪サラサラなんです、いつもより。嬉しくて、とても。1月6日にパルテノンタマさんにてやるので、ピューロ48でつぶやいてください。行く方こんにちは、来てくれる方いますか。まあその前、E 犬の半身は明日か、分かるの。初見です、ありがとうございます。紫色と水色がペンライトの色です。行く予定です。おお、嬉しい。橋本えり子ちゃんだってえりちゃんじゃん。アイドルが好きなんですね。ハルピョンさん、17期研究生のイーナ研究所のファンミーティングは、東所沢、覚えておきますね皆さん。皆さんがお話し会に来てくれたらね、ちゃんとねショールームでの来てくれてる人って一致するんですよ。ミコは行きたいけど、あ、成人式か、それは成人式だ。成人式を覚えてください。すごいすごいところですけど、いいところみたいなので。そう、確かに本名で挑んでます。本名で挑みつつ、うん、魂だけ飛ばしてます。待ってます。お話し会で覚えてるように。でもさ、ファンレターとかくれてる方とかさ、意外と覚えてるよ。意外とというか認知されないです。じゃあお話し会に来る。それしか言ってない最近。だって明日までだからさ、再販期間。なんならクリスマスはさ、明日までしか応募できないから。 E 券の ID カード、お、お、
悔いのないように応募してください。ぜひ。明日は多分ショールームできないんですけど、なぜかというとイーナ研究所。何言ったの？名前はわかるよ。あれじゃないの多分。って感じ。わかんない。まあ変なことを書いてなきゃいいんですよ。変なこと。面白そうだから若干撮ります。ありがとうございます。私はお話し大好き。49分もね、そう。いや、家出るのはもうちょっと後なんですけど。もう一回休みだったら行くの？やったね。認知してね。まあ、お話し会に来てください。まず。まず。そっちの方が覚えやすいの、私は。多分さ、顔と名前が一致する方が楽しく、なんか嬉しい。ファンレター3行でもいいよ、別に。全然いいよ。だってこの前本当になんか一言でいいからいいって言ってたからで、本当に一言書いてなんか一言でいいって言ってたって書かれましたよ。嬉しかったけど。産業お話し会申し訳ない。ありがとうございます。なきゃなね、あでも覚えてると思うよ。みんなみんなね、覚えるの好きだから。覚えるの好きっていうか覚えるのが得意っていうか。年齢制限はありません。お話し会に ファンの中でも人気あるのね。すごい。お話し会はまあ枚数皆さんバラバラですよ。何枚の人が多いかと言われたら分かんないけど。ハートありがとうございます。いっぱい書いて覚えてもらいます。ありがとう。結構おしゃべりですよ。結構というかかなりですよね。皆さん全然何枚でも嬉しいので。あのコメント欄であの挨拶し始めてる。面白い。10枚でも保ちますか。え、ちゃんとショールーム来ました、この前行きましたとか言ってくれればちゃんと話題を出しますよ。絶対まず誰が好きですかとか聞いちゃうからね。私早生まれなのでね、まだ18歳なんですよ。18歳って言うとなんか高校生って思われるんですけど、ちょっと違うんですね。残念ながら高校生ではない。早生まれです。めっちゃ推しメン3人います。お、推しメン3人か。中野巻研究生はみんなそれぞれなんか違う可愛さなんですよね。私が DD なんですけど、だから正直決められないよね。可愛い子、可愛い子多いから。わかるよ気持ちは、わかるよ気持ちは。ヘアオイルを塗ります。そう、アイス DD、 まあアイス DD ですね。なんか静電気やばい。静電気がすごい私今。え、暗証暗証番号バラしてる。一瞬来たよ、ありがとうございます。お、エイトの先輩方を好き。もこもこ着てるから。まあでもさ、あれじゃない、もこもこ着てなくてもなるんです。
あのダウンとか着てると、うん、お手紙ありがとうございます。ぜひリアルでも待ってます。やばくない？ほら見えない？見えるか？服部ゆなさんとお話したことはあります。あの一回ドボンで対戦したことがあって、 それで波動の日か話したことがあります。あ、55分になっちゃった。まずは公演ぜひ当ててください。いつやるかわかんないけど、来週初めて。お、ありがとうございます、嬉しい。ということで南京スクショタイムをして、よし、スクショタイムをして、ランキングメイク好きです、めっちゃ。ということでスクショタイムして、よし、全然シェーリングとかハイライトしてないんですけど、マスクするんで。ということでショータイムをちょっとだけ、ちょっとだけ、桜井日奈子さん、私なんか何かの雑誌の撮影の時で似ているって言ってくださいました。嬉しかった。服装、部屋と服と顔と名前。ファンデーションポーズはファンデーション出していいの？日向さんポーズね、本当にこれだった。ゆきちゃん。ということでランキングを読んでいきたいと思います。まさいちゃんポーズはなんかこんな感じじゃない？わかんない、まゆちゃんは。ということでランキングを読んでいきたいと思います。はい、13位タナさん、ありがとうございます。12位カメさん、ありがとうございます。11位福丹さん、ありがとうございます。10位、あ、そう、丸見龍介さんって合ってるかな、お手紙来た時にいつもなんて読むか迷っちゃう、ありがとうございます。9位、おーちゃん03組さん、ありがとうございます。8位、こうきアットマークゆきたんずさん、ありがとうございます。7位、ダオスさん、ありがとうございます。6位、紳士な羊さん、ありがとうございます。5位、あつきアットマークゆきたんずさん、ありがとうございます。4位、ゆきたんさん、ありがとうございます。3位、大吉さん、ありがとうございます。昨日に引き続き。2位、あゆちゃん、昨日もありがとうございます。そして1位が椎葉雅弘さん、ありがとうございます。もうなんか1と1で11位に見えちゃった、ありがとうございます。おはようございます。明日はいいな研究所です。ぜひお楽しみに。まあまだ作ってないってなんて言えないんですけど、ぶつけ本番になっちゃいそうだけど、お料理しますので気になる方はお楽しみに。いいな研究所へどうぞ。うん、ゆゆゆゆさん、ありがとうございます。
まあ、絶対練習しちゃうから多分。ハートもなんかたくさんありがとうございました。レシピはまだ覚えてないので作ったこともないので焦ってます。ということでありがとうございました。いいな研究所は後でツイートしとくので、ぜひツイートしますので、ぜひそれから見てください。ぜひツイッターとショールームのフォローもお願いします。ということでありがとうございました。バイバーイ。皆さんお仕事頑張ってください。あとお休みも何するか分かんないけど、バイバーイ。またねー。